この私と囲碁で張り合えるのはさすがだけど、今の一手は先を考えると最善の手とは言えないな。ダメだダメだ、そんなぬるい手で勝負を決められるものか。む、ごめん、ちょっといいかな。気が散るからもう少し静かにしてもらえる？おっと、思わず熱が入ってしまったか。君の打つ手が毎度惜しいからついね。いや、そもそも敵である君が僕に助言しちゃ対局の意味がないような気が。ああ、それは気にしないでくれ。全ては名軍師竹中半兵衛の最善を引き出すためだ。君に最善の手を打ってもらわないことには私も張り合いがないからね。さあ打ってくれ。そう言ってもらえるのは嬉しいけどさ、やっぱりやりにくいよ。高影、今回の策なかなかしびれるじゃねえか。早く暴れてえな。ええ、そうでしょうとも。こたびの策がなれば難なく勝利を導けることでしょうね。ああ、やっぱりそうくるか。お前さ、つくづく謙虚って言葉とは無縁だよな。それを言うなら兄上もでしょ。自らの腕を一度たりとも疑わないではないですか。待て待て、そうカッカするな。俺は別に自信を持つことが悪いとは言ってねえよ。自信に見合うだけの腕がありゃ謙遜は不要だろ、高影。やれやれ、兄上の不遜さ、いっそすがすがしいですね。ですが、それでこそ我が兄です。さて、そろそろ出陣の刻限です。比類なき互いの力、毛利がために振るいましょう。高影お市様、お忙しいところ申し訳ありません。次の戦についてご指南いただきたいのですが。輝元か、誰か他の者の手は空いていなかったのか。空いていましたが、戦や傭兵のことであれば高影お市様に聞くのが一番だと思いましたので。常に2手3手先までも見越せる洞察がすごいです。輝元もおじ様のようになりたいのです。まあ褒められても何もやりはしないが、私のようになりたいならそう構えずに学ぶことだ。これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずと言うだろ。つまり肩肘を張らず学問を楽しめと。高影おじさまは難しいことをおっしゃいますね。簡単さ。ほら、私に戦の話を聞きたいんだろう。肩肘張らずに語らおうじゃないか。